対する敬意とか、自分がどんな時にもどんな時にも手を抜かないこととか、その手を抜くってことは相手に対して失礼にあたるわけです。その全力を尽くすということ、こういうこととか、そういうベースになるものは何も変わらないんですよ。ただ個人がいろいろとやることについては、それはそのあるべき論はないんですね。ここのところの使い分けがすごい難しい。そのベーシックなものはもう絶対変わらないんです。でそれはある意味そういうものをルールっていうんですけど、ルールに近いもの、ベーシックなものはルールに近いもの、これは変わらない。だけど個人がそこでそのベーシックなものをちゃんと、マスターし使いながら表現することは自由でないとダメだ。でここのところが、その今回僕はその WBC がうまくいったというか、彼らがみんなで楽しめたそのところなんだろう、まあ、そんなことを今回のあのゲームを見てですね、すごい感じましたですね。これはあの大谷選手の話したことなんですけど、はい、理屈よりも感覚を僕は信じるんです、うん、でその感覚もですね、その降ってくる、その時が一番自分は成長するんですと、うん、そういうなんですかね、そこら辺も先代が昔からおっしゃっててね、第六感、まあ第六感っていう言葉そのものにいろんなね、人はイメージを持ってると思うんですけど、状況を変えるのは五感じゃないよと、それはね随分おっしゃられてて全然分かんなかったんですよ。でも今回ね、ああそうか、だってね、大谷君の練習をですね、年俸何億もらってる人間が口開いて見てんですもん。あれはもう理屈じゃないですよ。でそこら辺のね、その先代が昔からおっしゃってた感覚っていうものをちょっとお願いします。あのね、よくあの五感を磨くっていうじゃないですか。五感みたいなものを磨くのは当たり前なんで、そんなものを意識して磨くものではないんですね。その当たり前、大事なのは五感を超えたところですよね。だから、まあ、日本語で言えば直感とか第六感とか、人によっては八感とかって言うんですけど、要は理論でないものですよね、瞬時に感じるもので、これはね例えばこういうものを鍛えるために、学校の教科で言えばどういうことをやってるかというと、体育っていう教科があるのが、あれがね、五感を超えた感覚を磨くための教科なんですよ。で そのね、それどうし、まあそのことはもうちょっと後で説明しますけど、五感っていうのは意識して磨けますよね。だけどそれをトータルなものとして感覚で出すのは第六感とか直感とかってやつ。でこれはね、なんか理論でないようにみんな思ってるかもしれないんですけど、実は理論の蓄積された結果なんです。でさあ、今日学校の教科で言えばどういうことになってるかって、算数とか国語とか社会とかって教科がありますよね。であれっていうのは、算数っていうのは、まあこれもうみんなに言ってるんですけど、何もその何て言うんですか、微分積分が解けるようになることとか、そういうことを言ってるんではなくて、算数とか数学が求めてるものは、子どもたちが物事を順序立てて説明ができるとか、順序立てて理解する力を得るためにやってる教科が算数であり数学なんですね。そので国語っていうのは、あれ、まあ日本でやる場合は日本語を使ってるわけですが、それぞれみんなそういう教科があって、その国の言葉で使うんですが、あれは日本語をマスターするためにやってるのが国語ではない。国語っていうのは何語を使ってやってもいいんですが、物事を噛み砕く力なんですね。いろんなものを噛み砕いて理解する、
噛み砕いて人に伝えるっていう能力を引き出すための教科。まあ社会っていうのは要は歴史的なものの見方とか考え方とか、地理的なその配置のありようとかそういうものを実際知るためにあって、であらゆるこれがこれらの教科が人間の五感を磨くためにある教科なんです、ね、でそうなってくると、じゃあ最後にそれらをトータルで使う六感とか直感に値するものは何かっていうと、これが体育なんです。であえて言葉で言うならば、 A という地点から B という地点にいかに経済的に移動するかという学問なんです。でそれも考えてたらダメなんです。その場でもう瞬時に決めてもうすぐ動き出さない。で要は昨日寝不足でなんとかどうも体調が悪いという時はゆっくりと進めていくことかもしれない。経済的に B 地点に移動するのはだもう力あり余ってる。その瞬間にここに立ってさあ行けって言われた時に移動するのはバッと出ることかも分かる。これはどういう動き方をするかを自分の体の中で直感として分かって行動する学問なんですね。だから学問の中で一番大事なのは実は体育なんですよ。僕はあの教科で言うならば。で体育の時にスポーツをやってる時にバカげたことやったらあかんのよ。あれは行動学やからね。そのサッカーやってるのが体育の授業ですって、そんなことを言う、それは違う。それはサッカーだよ。その体育っていうのはそういうそのでどこに向かってるかというと、それは直感力とか、ね、第六感とかいわゆる今現在理論で組み立てられないもの、理論で組み立てられるものは全部他の教科でやってますから、それをトータルで表現するもの。したがって直感とか第六感というのは実はものすごく科学的なことなんです。やっぱり五感がちゃんと動いてなかったら直感はちゃんとした直感は出ない。そういうもんだと僕は思う。でたまたま今回の WBC なんかはそういうことがみんな表現できたんですよね。だから最後に大事なで僕ね、もう一つあれで村上選手が絶不調やったんです。この時にダルビッシュ選手がその村上に野球ごときで悩むなって、お前の人生はまだこれからもっと大事なことがよくあるからって言うたっていうこともあるけれども、彼はもういろいろ悩みに悩んで。